はい、こんにちは、海坊主です。今回のね、カーディテールシミュレーターなんですけど、まあ前回の続きからですね。で、まあ前回の続きというのはね、ちょっとあんま正確ではないかもしれないですけど、まあとりあえずこちらのね、キットもうなくなりましたっていうことでね、まあ、お金の方もね95しかないんですけど、まあ全部ね、とりあえず購入は終了しました。先にガレージを買おうかと思ったんですけどね、とりあえず検査キットを揃えた方がね、仕事がね、あ、検査キットじゃないで、このケアキット全部揃えた方がね、多分仕事が進むと思ってね、先に揃えちゃいました。で、前回から比べてね、こちらの研磨キットをね、まあプロ化することになったので、まあこれの違いもね、ちょっと見てみようかなって感じです。はい、ってことでね、まあ今回もね、普通にプレイしていきたいと思いますので、本日もよろしくお願いします。はい、で最初の作業ですけどね、まあどれをやろうかなと思うんですけど、あの研磨キットを買ったので、そこがメインとなるようなね、仕事をやってみようかなって感じですね。まあどれってことなんですけど、このロイヤルクラウンですかね。洗車しなくていい感じで、まあとりあえずポリッシャーとホイール清掃とライトとかね、シートの感じ、まあこれでやっていきたいと思いますね。はい、こんな感じですね。なんとも言えない色感。車はね、クラウン、確かにちょっとクラウンっぽいよねっていう、そんな感じがしなくもない。まあでもこのフロント周りを見るとね、マセラティっぽさがあるよねっつうか、このテールもそうか。そうですね、マセラティって感じですよね、どっちかっていうと。はい、じゃあまあやっていきましょう。大きな傷を磨く。大きな傷を磨くには車の外灯部分に専用機器をクリックし、上の動画の指示に従いましょうってことで、要は今までね、ポリッシャーではダメだったような、まあこれ何なんだろうまあ何かの役に立つんでしょうね。ああ、そういうことね。絶対これ違うよな絶対今俺つけちゃいけない傷をつけたような気がするんだけど、これまあいいやとりあえず傷があるのはね、ここら辺っぽいんでねとりあえず良かったみたいですよ、これこれはお咎めなしっぽいですね、どうやら必要なタスクをねやるってことでね。これはだから表面のね、あの粗さとかを見てるんですかね、傷のあれとかを。この明らかに削ったところがね、微妙なんで、はい、もう内部を清掃しちゃいましょうはい、俺は何も見なかったはい、車内ケアキットですね。ほんとこのキットはね、一番いいような気がする。今までね、買ったあの上級キットの中でやっぱ一番手っ取り早いですよね。これほどね、時短作業が進むものもないですよ。スーッとね、撫でるだけ。まあ明らかになんか調整がおかしいだろうって感じはしなくもないですけどね。だって異常に使い勝手いいもん、これだけ。これで終わるんだよ、これで本当にこれもう撫でるだけでいいもんね。普通はある程度ゆっくり動かすのが必要だけど、これはそんな必要も一切ない。ザーッとやってね、終わっちゃうんですから。ただね、これ泡と掃除機って言ってたけど、どっちかっていうとなんかスチームっぽく見えますよね、あの蒸気。こんなんでね、シートが綺麗なんだろうな。あれ、まだやり残してるところある。あ、 OK ですね。あと多分トランクの中でしょ。はい、 OK。 ほんと俺思うけどね、このシート補修こそね、やりたくない作業ですよ。まだなんか洗車の方がいいような気がするもんな、これだったら。この
音が嫌いなんですよ、まず本当に。なんでね、自分で黒板に詰め立ててキーキーやらなくちゃいけないんだって感覚ですよ。その音の嫌いさ加減で言うと。はい、全部の作業終わったんですけどね、やっぱりね、車を塗るって項目はね、よく見たら追加されてましたよね。俺がね、こんなことしちゃったからね、多分そんなのがあるんですけどね。まあ、しょうがない。車はね、このまま返しちゃいましょう。はい、ごめんなさい。写真をね、撮っときましょうね。むしろね、ここをね、中心に撮っときますか。はい、ここに貼っつけておきます。はい、まあ一応ね、お金くれるだけ嬉しいもんですよね。まあじゃあ次の仕事取っていきましょうね。これでね、もう一通りね、仕事はね、覚えたんですよね。はい、じゃあ今度こっちのね、ピックアップにしましょう。この車はね、まだ一回もね、見たことなかったんでね、洗っていきましょう。昔のね、フォードのピックアップって感じですよね。荷台の中も洗うのかな。とりあえずね、かけられるところには全部泡かけていきましょう。テールゲートもかけるし、リアワンパーもね、一応かけときましょう。一応泡をくっつきますね。で、最近知ったんですけどね、これがあるんですよ。こうやってね、乗っかればね、そう、上からこうやることもできるんですよね。で、さらにつま先立ちすると上に立てると。そう、脚立ねえのかよって言ったけど、一応ありましたね、ミニ脚立ちゃんと。これがよく見てなかっただけっつうか、見にくいんですよね。こんな暗くなってるとこに黒いの置くなよと。本当にせめて明るい色にしてくれよって話ですよね。俺は悪くないですよね。もともと置いてあったっつったって、あんな色わかるわけねえだろっていう話ですよ。はい、これでね、 OK ですよね。さっきピロンって一回言ってるし、とりあえず上からね、洗い流していきましょう。まあある程度で大丈夫でしょうけどね。ホイールアーチの中もこれ黒かと思ったら、一応微妙に紫入ってるんですね。まあそうか、紫入ってたか、よく見たら、あの写真でも。てか、むしろもっと明るい紫だっただろうって話ですよね。洗い流しがあるのにね、一応ね、仕事は完了の音がするっていう、そういう謎現象がよく出てきますけどね。一応残ってるか。じゃあ拭いていきましょう。先にね、拭き上げちゃいましょう。あんまりね、早く動かすとね、マウスにね、ベースがついてこないんでね。はい、こんな感じでいいかな。まあ、擦れば擦るほどね、取れるんですけどね、ある程度は。一回拭いただけじゃね、やっぱ水気は完全に切れてないのか。トランクにね、水撒いたらいけないと思う、多分。めんどくさいことになる。はい、じゃあ次はね、窓洗っていきましょう。面白いですよ、これ。窓拭いた後なのにね、研磨剤をさらにかけることできるっていうね。普通先にやるだろうってね。本当に。後から研磨剤かけるとか聞いたことないんだけど。仕上げしなくていいってね。確かにね、もう綺麗になんねえなと思ってたガラスもね、研磨剤かけると綺麗になってますよね。はい、じゃあホイール洗っていきましょう。ほんとね、この新しいホイールキットもね、やっぱね、なんだかんだでいいですよ。このピローンってなるまでが時間かかるけどね、なってからが早いですからね。
これで終わりだし。で、あとね、タイヤワックスかけてね。これで終わりですもん。うん、止まった。すごく邪魔ですね、これ。パープルマジック。ですよね、どう見たって。このケミカル色は。こんなにあっさり落ちるわけねえだろっていう話もありますけどね、本当に。はい。あとはね、大嫌いなやつですよ。まあなんだっつったらね、車内清掃じゃなくて、シート修理ね。ほんとシート修理が一番嫌だ。はい、残り一脚ですね。久々にね、完璧な仕事ですよね。バカなことやってないんで、今回は。いい。完璧に終了。写真撮りましょう。はい、もう写真のボードもね、ちっちゃくなってきましたね。とりあえずね、今回はね、以上になります。次回はね、お金を貯めてね、とりあえずガレージを購入するところから始めてみたいかなと思います。はい。ってことでね、今回は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。